2010年オーストラリア GP、渡辺和樹は山梨県甲府市出身のオートバイレーサー。2004年13歳の時よりオートバイに乗り始める。2006年にヤマハ TZ250 を借り、チームダンケレーシングから筑波サーキットの地方選手権に参戦。翌2007年より、同チームより全日本ロードレース選手権 GP250 クラスに参戦を開始。 初年度はシリーズランキング11位。翌2008年はレーシングチーム森の熊山佐藤塾から参戦。第2戦つくばで初表彰台に立ちシリーズ8位と成績を伸ばした。またこの年のロードレース世界選手権第15戦日本 GP250cc クラスにはワイルドカード枠でエントリーしたが日曜朝のウォームアップ走行で転倒、負傷してしまい。 決勝レースを走ることは叶わなかった。2009年は、コルツ &SJR に移籍。全日本では3位に3回、2位に1回入る活躍を、見せ、シリーズ4位を記録した。この年の日本 GP にも、ワイルドカードで出場し、14位で完走し、ポイント獲得を果たした。2010年は、バーニング・ブライトレーシングから全日本。 ロードレース選手権 JGP にクラスに参戦する予定であったが、不況等の影響で開幕直前に取りやめとなってしまった。シーズン前半は、どのレースにも出場できない状況が続いたが、ロードレース世界選手権第13戦アラゴン GP 以降は、ホンダの支援を得て、元にクラスのレーシングチームジャーマニーからアルネ・トーデに代わり、シーズン残りを戦うこととなった。しかし、 ポイント圏外でのフィニッシュが続いたことから、来シーズン以降の参戦枠確保のためにどうしても、ポイント獲得が必要なチームは、終盤2戦を残して、渡辺を解雇、代わりに、スペインのカルメロ・モラレスを起用することとなった。2011年シーズンは、スペイン選手権の下にクラスに参戦を目指し、ベクター・レーシングチームと契約を結んだ。マシンは、前年の GP で、 トーマスルティが使用した森脇 MD600 を使用する予定だったが参戦は実現せず事実上一年間同人生活を送る。その間、プロモーションの一環としてネットラジオ等に出演2012年シーズンは RSE とアンドアジアより全日本ロードレース選手権 JGP2 クラス参戦 JGP2 クラスシリーズチャンピオン獲得。2013年シーズンは チームグリーンより、柳川明との二大体制で全日本 JSB 戦クラスに参戦。2013シリーズランキング7位2014年、第2戦、オートポリスでは、JSB 戦自身初のポールポジションを獲得タイム、決勝3位また、2014フィム世界耐久選手権、シリーズ、コカ・コーラゼロ鈴鹿8時間耐久ロードレース第37回、大会、通称、8対2、 川崎直径としては13年ぶりにチームグリーンが復活し、同チームより柳川明、藤原勝明と共に参戦。前日に行われたトップ10トライアル予選では2分7秒752をマークして4番手グリッドを獲得。豪雨の中、1時間以上のスタートディレイで行われた決勝日、スタートから安定した走行で柳川が6番手でつなぐ。 続く渡辺がハーフウェットの微妙なコンディションの中を追い上げて2位に浮上するも、この直後にコース全体は豪雨となり、ドライタイヤの渡辺も大きく減速。セーフティファーストの走行に切り替えてピットまで戻ろうとしていたが、残り半周となったヘアピンでハイサイドを起こし転倒を喫した。すぐにマシンを起こし上げ、ピットに戻ってきたが、右サイドに損傷があり、 7分以上のビハインドとなり、ライダーは藤原に交代。藤原は豪雨の中でのマシンチェックから低速走行でラップすることを強いられ、再調整のために再びピットに戻る。この間に20番低下を大きく順位を落としながらも再び戦列復帰。柳川は2分14秒台のペースで周回し、午後7時30分のチェッカーとなった。合計167ラップ。 トップからは5ラップ遅れとなったものの13年ぶりの8体復帰を完走で終えた2014シリーズランキング7位2015シリーズランキング3位2016シリーズランキング6位2016シーズンをもって4年間在籍したティム・グリーンを離脱することを自身のブログで発表した2017シーズンよりイタリアを拠点とするプライベートチームチームレブン川崎より スーパースポーツ世界選手権にフル参戦することが決まった。マシンは、川崎忍者、zx6rhttp コロンスラッシュスラッシュ www.goelvn.it スラッシュ p e スラッシュチームスラッシュ。ありがとうございます。